皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん勝ちました。3連勝です。ゾゾマリンのゲーム、まずは3連戦の初戦を取ることができました。ナイスゲームでした。なんと言いましても今日は風が強い中でのゲームだったんで、ピッチャーは今日投げづらかったと思うんですね。センター方向からバックネット方向にこう風が吹く、そうするとあの風が、このバックネット後方のスタンドに当たって跳ね返ってきて、ピッチャーにとっては向かい風になるそうなんですね。そうなると変化球が本当に曲がる、普段よりも曲がるということもあって、その風によってどれぐらい曲がるかというのをまず確かめながら立ち上がり投げるっていう話を聞いたことあるんだけど、それをね、その曲がり具合を確かめるのに少し時間がかかるというのが、ピッチャーの難しさという話を聞いたことあるんだけども、その中で山岡投手が、9回1人で投げ切りました。完封勝利、4安打完封、素晴らしいね。吉野君の脳に刺激された部分があるみたいなコメントもありましたけども、でもあれからね、本当に負けたけども、サッチも決して悪くなかったし、で宮城君でしょ、でこの前の田島君の完封、今日の山岡君の完封と、ピッチャー陣いい感じになってきましたね。素晴らしいと、思います。ナイスピッチングでした。で山岡投手とピッチング、今日ランナーは出しながらもね、要所でうまくゲッツーも取れましたし、いい感じのピッチングだったと思います。で打つ方は、最終的には5点入って、9安打で5得点ですから、快勝かなっていう感じ の数字上はね、そう見えるんだけども、ただ序盤は嫌なムードはプンプンだったね。初回もワンアウトランナー3塁1塁で、4番のラオウ、5番のケイタ、ここで点が取れずに、無得点、なんとなく元前を乗っけてしまうんじゃないかみたいな感じもあったんだけども、で先制点を取った回もランナー3塁1塁ノーアウトから、トライのゲッツーで1点が入るというところでね、もうそこを畳みかけていければ今日も随分楽だったんだろうなという感じで、そこで点が取れなかったんで、嫌な流れではあったのね。そこを山岡君が、うまくかわしていった。山岡のピッチングでその流れを相手に渡さなかったというところが素晴らしかったと思いますね。で追加点3点入ったイニングも、ランナー2塁1塁で、トライがバントできなくて3バント失敗でね、しょで嫌な感じあったんだけど、紅林がうまくセンター前、運んでくれて、でヒットで福田君のセーフティースクイズ、これはいい形で点が取れた。バントのミスはあったんだけど、それを取り戻す、という攻撃できたんでね。で最後はとどめは正隆さんの超特大、もう逆風ものともしないというライトのスタンドの上方にあるサークル上の照明灯があるんだけども、ゾゾマリンはそこにぶち当てるというすごいホームランだったね。あれもおそらく京セラだったら上段席のさらに上の方ね、去年打った執念の幕に打ったあんな感じの打球だったんじゃないかなと思いますけども、素晴らしいホームラン。やっぱり吉田君がね、この前の試合でも北線か、ヒットが出始めていい感じでね、ヒットは出始めた、あとは一発大きいのを見たいなと思ったら、今日は素晴らしい特大のホームランですよ。これはちょっといい感じになってきましたね。で杉本選手もだんだん状態上がってきてるし、いい形で、打線が回っていくんじゃないかなと。紅林が上がってきたのも大きいね。でこれこの前はケンケン若月君で完封アシスト、で今日はトライでマスクをかぶって完封アシスト、キャッチャー陣の競争も素晴らしい、だからいい形でのこれ3連勝なんだね。だから今はこれしばらく5試合が続くんでね、この、1週間5試合の中で、本当にいいピッチャーに回せるんで、そこで本当になんとかこの今の借金をねちょっとずつ返せていければいいかなというふうに思ってるんだけども、今日の試合も、終わってみれば快勝なんだけども、欲を言えば序盤からもっと点を取れていたのかなという感じがしましたけどもね、そこを本当山岡君のピッチングで相手に流れを渡さなかったっていうところが素晴らしかったと思います。でももうゾゾマリンのゲームって難しいだろうね。風がね、強いんでね、というわけで、明日は、山本由伸君がノーノーの後の登板ということです。彼はいつも通り1週間いい練習ができました。一生懸命練習してきましたので、いつも通りマウンドに上がりますというコメントなんだろうけども、
まあ今度は屋外なんでね、まあ、おそらく明日のお天気ちょっと分かりませんが、まあ、ゾマリンなんである程度こう風も吹くだろうし、まあ、それの難しさはある中での投球になると思います。さあどんなピッチング見せてくれますか。で一方の、マリーンズは佐藤翔馬、一度京セラで打ててないんだよね。左の緩いカーブにちょっと苦しんだっていうところもあったんで、佐藤投手も、プロ初勝利もマークしていますし、また左ピッチャーですよ。今日も本前君の前になかなか決定打を奪えなかったんだけども、明日もね、さあどんな感じになりますか。左ピッチャー続きますが、佐藤翔馬をどう打っていくのかということ。まあ今日はね、先に点は取れたし、1点取ってその後の、3点目が中盤に取れたっていうのは大きかったと思います。今日は3点で今日の山岡君なら、そのままいけたんだろうと思うけどもね、本当にこう先制できて中押しできて、ダメ押しもホームラン、しかも、正隆さんに出たというのはね、いい流れだったと思います。ただまだ100点満点の点の取り方じゃないよね。序盤もっと取れていれば今日100点満点。でも相手も必死なんで、打たせ前で投げてくるんで、そう簡単には打てないんだけれども。こういう中で勝てたのは大きいと思います。というわけで初戦取れた3連勝、素晴らしい。もう本当に一つずつ、監督おっしゃるように一つずつ勝っていくしかないんでね。いっぺんに2つ3つ白星が増えるんだったら、なんぼでも喋りますよっていうふうに、言っていた、中島監督が印象的でございます。とにかく一つずつですね、頑張っていきましょう。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日は由伸頑張れ。で打線の援護ですね、3点取ればね、3点取れば由伸君だったらというゲームになると思うんで、だけど皆さん何度も申し上げます、勝つと思うな、思えば。そうですね、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。後ほど皆様からのメッセージをご紹介するバージョンを収録したいと思います。じゃあまた。Nice game.